皆さん、こんばんは。今日は2023年10月21日土曜日です。今日のテーマは中国の経済成長ですね。中国の GDP 大嘘です。みんな違いますよと気づいたんですよ。中国では金融危機起きるでしょうか ?10 月18日、中国の国家統計局 発表しました。記者会見を開催して、近くの状況ですね、経済状況を公開しました。今年第3四半期の経済成長は4.9%ですと発表して、予測は4.5%でしたが、それを超えて自慢しました。しかし今回の数字は発表されてみんな信じません。今年の経済、 1> 第1四半期経済成長は4.5%でした。第2四半期は6.3%でした。第3四半期は4.9%でした。これから自慢したのはですね、今年の経済成長目標ですが、まあ、5%ぐらいですね。でしたので、第4四半期の経済成長は4.4%があれば十分達成できますよと。 今年も経済成長目標達成的できて世界の投資家外資系にすればいい情報ですよねと言いました。しかしですが多くの機構ですね、おかしいと指摘しました。S&P グローバルレーティング社の経済学者が指摘しました。この数週間、中国の経済状況を見て回復したように見えます。ただしこの数字はありえません。 中国の統計局、あくまで今年の1月から9月までの数字を公開しました。PPI、生産者、生産者、物価指数は同期比3.1%下落した。でも、第3四半期の CCP については触れていませんでした。予測は3.3%下落でしょうと、この方が言いましたが、PPI が下落して、 経済成長の数字は信用できませんと言いました。そして中国のネットではですね、調査があって、最近この2ヶ月、3ヶ月ですね、経済が回復したと感じたでしょうか。1万と92人が投票しました。結果はですね、回復したと投票したのは10.8%でした。あまり感じないのは24.6%でした。 ダメです。全然経済回復していません。衰退していると投票したのは49.7%でした。自分は外国にいるからわかりませんというのは14.9%でした。これでわかるのはですね、半分の方、経済が衰退していると投稿しました。投票しました。もし経済が良ければですね、中国では不動産は売れるし、不動産企業の 返済不履行もないでしょうしまた中国政府にすれば大事なんですね若い子青年の失業率も公表すると思います台湾の経済専門家言いましたが中国の広大不動産だけではありません他の不動産企業も返済で困っています不動産の問題はどうなるのか誰も予測できません でも問題の解決はできていないのは事実です。しかしそれでも政府は綺麗な数字を公表しました。目的はですね、国際社会への宣伝ですね。中国には経済の問題ありませんよと言います。でもこのような数字を公表しても誰も信じませんよと。アメリカの経済学者は言いました。中国の経済は8月、少し回復の 傾向はありました。しかし、消費者の行動、物価見て続かなかったんです。特に、青年の失業率ですね。公表しなくなったんですよ。最後は20%以上の失業率でしたが、現在は改善したでしょうか。どういうふうに解決したでしょうか。発表しないです。不動産の価格、下落している状態です。 それを解決する方法、政策、中国政府はいっぱい出しました。不動産を2件目、3件目買っていいんですよ。でも不動産市場は良くならないのは誰でもわかります。中国の不動産市場が良くならなければ、経済の回復はできたとは言えません。去年、中国はゼロ感染者施策を実行しました。経済の成長は実に停滞していました。 今年は去年と比べても良くなるのは当たり前です。当時多くの中国人は外出できなかったからです。家にいましたね。それからニューヨークタイムズの情報ですが、中国の問題は主に不動産ですね。不動産市場が悪化して、不動産価格が下落して、多くの家庭ですね。やや一人族から貧困となりました。 そうすると、お金を使わないようにします。これで消費市場が下落しました。これが中国の経済ですね。ずっと回復できない原因です。また、不動産企業は物件売れなくて返済できません。また、工事もできません。そうすると、中国の建設業もダメとなってきました。そして、アメリカの CNN の報道ですが、 中国の不動産企業の債務危機はこれからも続きます。今後の3年、5年ですね。中国経済の成長は期待できません。多くの中国人は自動車の輸出が増えて喜んでいます。これから自動車の輸出で経済良くなる。世界に向けて自動車を製造する。しかしこれは続くことはできません。 欧州では現在調査していて、来年の夏までに関税をかけるでしょうか。そして、モルガン・スタンレの予測ですが、中国の経済成長は2024年4.1%でしょう。原因は中国の経済刺激施策ですね。出しましたが、これからどんどん減ってくるんですよ。施策ですね。しかし、スイス銀行だけですね。ちょっと楽観的なんですよね。 中国の第三四半期の経済状況を見てとてもいいんです。回復しています。今年中国経済の時速は4.8%から5.2%。情報修正。また中国の不動産業界はこれからゆく緩るやかな成長になります。中国政府は不動産金業の建設途中の工事をやっていくでしょうか中国の輸出資について これ以上の下落はなくなるでしょうかつまり安定ですね、なってくるでしょう。また、人民銀行は地方政府の債務の返済を支持するでしょうかつまり、人民銀行、国営銀行ですが、地方政府にお金を貸すということですね。そして、ウォールストリート・ジャーナルのことですが、中国の経済は良くなっている。ただし、未来は明るいことではないんです。 内容としては不動産の問題で中国の経済は緩やかな成長となっていくでしょう。そういう話がありました。まとめるとですね、世界の経済学者は今までと違って中国政府の発表者数字ですね、見てみんな信じません。また、中国の今後の経済発展についてもとても明るくはないんですね。原因はですね、コロナショックなんですよ。 経済の回復と言いますが、どこまで回復できたと言えるでしょうか。経済学者にすればですね、それは29年、つまりコロナの前に戻りますという意味ですね。つまり中国の経済ですね、社会活動にしても、経済活動にしても消費者の行動ですね、 例えば、不動産企業もそうですし、不動産市場もそうですし、海外旅行もそうですし、2019年のように活発となってくるでしょうか。これが大事なんですよ。オックスフォード・エコノミズという研究機構の経済学者が発表しましたが、中国の経済活動、家族数、数を見て、コロナの前より5%、全部ずつですね、下落している状況です。 コロナの影響で国民の生活、スタイル、投資、支出、消費が変わりました。中国の経済はコロナのショックを受けました。そしてそのショックは思ったより以上ですね。ひどいんです。これからも長年続きます。また長期的に見ると、中国の生産力ですね。上がっていません。しかし人口が減少しました。高齢化社会。 債務が多いんです。これからもですね、債務が多くなっていくんですよ。また、外国からの投資が減少してくる。中国の国内での投資も減っていく。政府は力を入れて改革しなければ、中国の経済は長年ですね、これからも下落していくんですよ。現在、中国政府は経済、刺激策、をたくさん出しました。しかし、あんまり成果はないんです。 モルガン・スタンレの情報ですが、分析ですが、中国の指導部はですね、経済発展より安全が大事です。国家の安全、政権の安全、習近平は戦争の準備をしています。アメリカ、またアメリカの同盟国と衝突がですね、起きてもいいという姿勢です。このような考えですと、経済の発展は実にどうでもいいんです。 ウォール・ストリート・ジャーナルの記事ですが、中国の統計局ですね、お化粧がとても上手です。ただし、中国の経済は大無ですよと指摘しました。ものすごい大変なこと書かれてありましたが、中国の危機ですね、警戒しなければいけません。内容としてはですね、中国の財政、借金が多くて、これからどうなるのか予測できません。でも、中国の経済規模が大きいので、 世界の経済もどうしても影響されてしまいます。習近平政権ですね、どこまで対応できるでしょうかそして、国際通貨基金 IMF ですね、というレポートがあるんですが、中国の経済ですね、長期的に見ると赤します。中国の中央政府の財政、赤字の赤字の赤字はですね、GDP との比ですが7.1%です。この状態でいくと、 2028年となったら7.8%です。しかしですね、実は地方政府の債務ですねあの、借金ですが、もっと多いんですよ。現在、地方政府の債務総額は GDP 比45%です。もし地方政府の企業、国営企業の債務を入れたら2027年となったらですね、150%となります。これはですね、イタリアの 141%よりも多いんです。不動産市場が良くないし、土地の価格も下落しました。この状態で30%の地方政府ですね。中国の地方政府の助けがなければ破綻するでしょう。そうすると、中国の銀行業が大変です。地方政府にたこさんのお金を貸したからです。そして IMF ですね。ある 模擬あるいはテストですね、しましたが、条件としては、もし今後の3年間ですね、中国の経済成長1%成長できます。同時に不動産市場は下落していきます。2025年となったらですね、中国の銀行世界で最も危険な業界となります。悪循環ですね、起きてしまうんですよ。不良債権が多いので、 銀行にはですね、お金が入ってくる。まあ、資本金と言いますが、つまりお金はですね、貸さない。あるいは、あんまり貸したくないんですね。余裕がないからです。そうすると、中国の地方政府ですね。あるいは、国営企業ですね。お金がなくなるので、投資もできません。工事もできません。社会的なサービスですね。例えば、バス。そして、地下鉄ですね。そういったもののサービスはできなくなります。 そうすると中国の経済成長はさらに悪化します。不動産市場もさらに悪化していくんですよ。経済はさらに悪化するということですが、そしてこのようなですね、問題は一時的な問題ではありません。中国の消費者ですね、不動産信念というのがあって、つまり不動産買って問題ありません。中国政府が支持してくれるからですね。しかし、 政府がやはり支持してくれませんよねと気づいたら不動産危機が起きます。また中国の社会では借金が多いんですね。経済成長が減速するだけでも大変なんですよ。これはですね、まとめると今までですね、中国の地方政府の債務、借金だけですよねとみんな思っているみたいですね。ただし現在ですね、中国の地方政府の借金ですね、 96兆元というものが出てきました。なので、みんなびっくりしたんですね。なので、中国では金融危機起きるではないかと言っています。これはですね、習近平の施策と考えられますが、中国の経済ですね、どうして経済成長的だでしょうか。これはですね、習近平にすれば中国政府のおかげですと言っています。次は中国の国民、あるいは 国営企業ですねしかし全然違います中国の経済成長はですね中国政府が商売人となって賄賂汚職する社会からお金を取ろうとします自分がですね豊かとなるために経済を良くしたいんですよこれが問題なんでうまく原因なんですねこれで中国の経済は成長できましたしかしですがやはり商売が大事ですねただし今は違います 政治が大事です。安全が大事です。そうすると、中国の経済はこれからはもうダメとなっていくというふうに思います。また、中国の社会の事情について話をしたいと思います。この動画はここまでにしたいと思います。最後、犬ボタンをお願いいたします。ありがとうございました。